マリサのお手軽クッキング始まるよ。今日は鶏肉のクリーム煮を作っていきます。鶏肉綿の部位でも OK だよ。塩コショウをパラパラ。美味しくなーれ。小麦粉も両面にまぶしてね。バターを溶かして鶏肉を皮目から焼いていきます。お肉が焼けたらフライパンから取り出します。フライパンは洗わずに、イエイ。ニンニクとローズマリーとローリエを入れます。弱火で香草の香りを引き出したら鶏肉を戻して白ワインとお水を加えます。コンソメとくず野菜を入れて。そういうの好き。沸騰したら蓋をして中火で40分煮込むよ。火を止めて鶏肉とニンニクを取り出します。残った野菜をこしてスープを取り出し、鶏肉とニンニクをフライパンに戻して、生クリームを注いで煮込んだら、めっちゃうまそう。イエイ。特製鶏肉のクリーム煮だよ。一緒に食べてくれるかな。ゆっくりしていってね。また見てね。